北の大は、日本の科学者、タレント、コメンテーター。秋草学園短期大学学長。明治大学元教授。祝徳大学名誉教授。専門は、環境科学、安全学、工学博士。日本分析科学会会員。所属事務所は 3K。東京都足立区出身。祝徳大学人文学部表現学科教授。 明治大学理工学部応用科学科教授を歴任。東京府東京市足立区出身。三男兄に北,重に,に,北に北野茂一弟にビート武し老いに北野厚志、名に北野子がいる。足立区立第四中学校、東京都立上野高等学校を経て、明治大学工学部工業科学科卒業。もともとは英語を学びたく、 千葉大学分離学部英文科にも合格していたが、母親の命で明治大学工学部工業科学科に進んだ。卒業後は大正製薬に入社し、研究部防虫科でワイパーなどの同社殺虫剤製品の品質改良などに従事した。その後、学者への道を目指して退職し、東京都立大学大学院工学研究科工業科学専攻修士課程に入学。 1972年に博士家庭修了。修了後は、ロッテの非食品部門に短期間勤務したが退社し、分析科学の専門家として、財団法人科学品検査協会に勤務する。財団法人科学品検査協会では、主任研究員を務め、1994年に宿徳短期大学教授に就任。 1996年から4年生として開祖した宿徳大学国際コミュニケーション学部教授を経て2006年から明治大学理工学部応用科学科専任教授に就任し2013年3月で定年退職した2004年9月からは江戸川総合人生大学の学長に就任行政の障害学習をテーマに現在まで関わる2013年4月からは 宿徳大学総合福祉学部教授に就任。2014年4月からは宿徳大学人文学部表現学科教授に就任。2017年4月に秋草学園短期大学の学長に就任。2019年7月明治大学校友会会長。弟の縁で大橋巨泉に見出され、1987年からタレント活動も行っている。大曰く自分が テレビに出られるのは弟の七光。1987年10月、関口博士のサンデーモーニングのコメンテーターとしてテレビに初出演した。それが縁で関口博士事務所に所属する。サンデーモーニングに理系のコメンテーターが欲しいとして、関口博士が小泉に相談したところ、たけしの兄貴がいいとして、この時は大ではなく長男の重一を推薦したが、 スタッフの勘違いで大の方にオファーが来たという。1988年8月に大橋巨選手会の人気クイズ番組だったクイズダービーのレギュラーとなる。クイズダービーにはかつて長年務めた篠沢秀夫の後を引き継いで第652回から第795回までの約3年間5代目1枠のレギュラー回答者として出演した。それ以前にも 第626回に出場者が博士号に関係した人たちの大会ということで、来たのも5枠のゲスト回答者として一度登場した。1992年12月19日の最終回、2014年12月19日、2015年5月22日の復刻版でも1枠回答者として出演した。ちなみに、 番組用に勉強することはなかったが、自分の専門分野のクイズだけは、絶対に間違えないでおこうと、そこだけは頑張っていたと後に語っている。また、平成教育委員会、スーパークイズスペシャル、たけしの日本の味方などでは、弟のたけしとは何度か共演している。現在では、お帯、や、N スタに、コメンテーターとして出演中である。 本人は本業がおろそかにならないように本業の仕事のない時間だけタレント活動や講演会を行い大学の授業は絶対に休まなかったと話している北野武氏は実定であり北野以降は命に当たる兄の北野茂一は宇野製作所取締役営業本部長を務めたこのほか茂一と大都の間に兄が一人いたが たけし出生前の幼い頃に死亡している。また、たけしとの間に妹が一人いる。愛称は、北野先生のほか、まあ、兄ちゃん、お兄さんと呼ばれる。また、生前の大橋巨泉からは、まあちゃん、または、大のペイとも呼ばれていた。テレビ出演の際には、うと、松村国広からは、兄貴と呼ばれている。小さい頃は、大と呼び捨てにされていた。 兄弟の中で下から2番目であったので、上の兄弟の呼び方をそのまま岳氏が使ったためである。弟同様、野球好きで清水孝行のファン。岳氏が東京芸術大学大学院の教授に就任したため、兄弟揃って大学教授となっている。岳氏によると、学生時代に友人から借りた自動車を運転中に、父、菊次郎を引き逃げしたことがあるという。 兄弟が全員独立した後、大の一家が両親と同居していた。武の著書、菊次郎と咲によると、大は兄弟の中で最も母、咲を恐れていたという。咲の告別式当日は、雷が鳴るほどの好天で、これはお袋が怒っているんだと、ビクビクしている姿を見た、長兄、重一が、今の時期に雷が鳴るのは当たり前だとたしなめたが、 式の最中だけは、雨もやんで、空が晴れたため、やっぱりお袋は、すごい、すごいよと驚嘆していた。その姿にたけしは、これが博士号を持ってる学者会、と、内心を呆れていたという。明治大学講友会2019年度、定時代議員総会を開催、新講友会長に、北野博士氏、明治大学、なぜか、たけしの兄です。10ページ。 ISBN4 から391122502。なぜか、たけしの兄です。11から20ページ。ABC、やらせなかった、北の台が振り返る、クイズダービーと、ガッツ、石松の、伝説笑いこと。ニュースポストセブン。小学館。2021年9月23日閲覧。 https://www.jprime.jp:/articles/21918 <ッ>ありがとうございます。